ペットボトルを使った噴水を紹介します。ペットボトルの蓋に穴を開けて、そこにストローを挿しています。ストローとキャップとの間には、接着剤を固めて漏れができないようにしています。この中に水を入れて実験をしてみます。ペットボトルの中に水を入れました。これを強く握るとこのように噴水ができます。これは握ることによってペットボトルの中の圧力を高くしているのです。中の圧力が高くなるとこのようにストローを伝わって中の水が噴出します。まあ、簡単な方法ですけど、こういうことでも噴水ができます。ペットボトルのキャップに穴を開けるときには、今映っているようなピンバイスという道具を使うといいかもしれません。他にも方法あるかもしれませんけど、怪我をすると危ないので大人の人に開けてもらうようにしてください。この噴水はペットボトルのキャップに2箇所穴を開けてストローを2本挿しています。右側のストローは長く水の中にまで届いています。左側についているストローは曲がってますけど、左側のストローを口で吹いて中の空気の圧力を高めるというものに使います。それではストローを吹いてみます。吹くと中の圧力が高くなって、このように噴水ができます。内部の圧力を高めることを利用した噴水です。